国宝、静谷学校校堂岡山県立脇、静谷高等学校は、岡山県脇和脇町百所に所在する、県立高等学校。江戸時代に創立された静谷学校をルーツに持つ。脇静谷高校は、漢文10年に、岡山藩主、池田三政によって設立された日本最古の庶民のための学校である、静谷学校をルーツとする。 日本有数の歴史を持つ高校である。1949年に和手高校と静谷高校を統合し、前者を本庄校舎、校舎を静谷校舎とした。1965年に静谷校舎を廃止し、公明大秋高校から和木静谷高校へと改称した。さらに2007年に吉井町にあった美作高校を統合した。本校は、 生徒会を中心としたボランティア活動が盛んであり、多数のメディアで紹介を受け、多くの賞を受賞している。また2011年にはユネスコスクールに認定された。2014年度からは、総合的な学習の時間において、探求学習、静谷学と呼ばれる地域をフィールドとした学習を導入している。本校のボランティア活動は、多数あるが、特に有名なのが、 静谷ボランティアガイドである。これは、本校のルーツとされる、静谷学校の史跡内を観光客の方にガイドをするものだ。この活動は2008年に始まり、近年ではタブレット端末を活用し、音声を使えるようにした。また、外国人にわかりやすいよう、英語での名称も書き入れるなど、よりわかりやすいガイドを行っている。その他にも、学童保育ボランティアや、 エコキャップボランティアなどがある。学童保育ボランティアは、近隣の脇町立本庄小学校の児童らが、所属している学童保育に出向き、子供たちに勉強を教えたり、一緒に遊んだりしている。エコキャップボランティアは、ペットボトルキャップを回収し、日本赤十字社へ持ち込み、発展途上国で使われるポリオワクチンに交換している。 校内だけでなく近隣の脇町役場や小学校、公民館にも改修を依頼している。これらの活動は多くのメディアで取り上げられたり、多数の賞を受賞している。一例として、ユネスコのホームページ上で ESD の先進的な取り組みとして、世界で4例、日本では本校のみが紹介された。また、ESD 対象審査員特別賞や、ボランティアスピリット賞、 ソロプチミストアイの基金などの賞も受賞した。これらのボランティア活動は他校と大きく違い教師が募集をかけ運営するのではなく、生徒会がすべて企画、運営を行っている。本校では2014年度より総務省の地域おこし協力体制度などを活用し、校内に3名の脇町地域おこし協力隊員と1名の脇町ふるさと教員を常駐させ、 和気町の活性化や和気静谷高校の魅力化に取り組んでいる。地域おこし協力隊とふるさと教員を合わせ、和気静谷高校では和気町支援職員と呼ばれている。この取り組みは県下で初めてで、全国的にも稀であり、各方面から注目を浴びている。和気静谷高校では、総合的な学習の時間において、探求学習、静谷学と呼ばれる。 地域住民を講師に、地域をフィールドに、キャリア教育を行っている。具体的には、駅前商店街の活性化や、郷土の偉人である、和気清まろや、備前焼、恋のぼりの研究など十分や二十三テーマを、設定し、すべての一年生と二年生が受講している。この取り組みは、和気町内外からの評判も高く、高校生に対する期待が高まってきている。 静谷学校の設立年。ただし、静谷学校は1870年に閉校となっているため連続性はない。学校では静谷学校の設立年を起点として創立記念式典を執り行っている。ありがとうございます。